やあみんな、俺は今何をしてるって？そう、温泉に来てるんだ。しかし、間違えて女湯に入ってしまったんだ。嘘だろ。俺、入った時絶対男湯だったのに。いや、見落としたのか。一方その頃、一緒男湯と女湯の入れ替え OK。 わー、あったかい。めっちゃ最高ですね。幸せですね。やばい、見つかると仲が深まるどころか俺が捕まる。なぜこの男が温泉にみんなを連れてきていたのか、数時間前に遡って見てみよう。それではまた次回の動画で待ってるよ。あ、待ってみんな。今週末みんな予定空いてるかな？私は空いてるけど。みーも空いてます。私も。あたいも。いやー日頃さ、みんな撮影で頑張って疲れてると思うから、俺からみんなへプレゼントがあるんだ。珍しいですね、よっちさんからプレゼントなんて。確かに、よっちさんって絶対返さないタイプですもんね。俺もプレゼントあげたのに返してくんないもん。プレゼントって何ですか？聞いて驚けよ。これだ！大型温泉スーパー施設、東京有楽町。温泉？私、ちょうど行きたかったんです。これまさかゆっちさんのおごりっすか？もちろん俺のおごりだ。みんな週末楽しみにしてたな。東京有楽町だって、やったねみんな。みーみ楽しみ。ゆっちさん、たまにはいいことしますね。うまそうなご飯屋もあるよ。というわけで早速。うわー、すごい。着替えよー。浴衣。いやー、さっぱりした。入ってねえんだよ。みんな浴衣いいね。なんか雰囲気出てきましたね。早く温泉入りたいね。行こう行こう。うん。いいじゃん、しかし。また持ってちゃうぞ、これ。そうか。はい。よし、じゃあ俺先にお風呂入っちゃおうかな。私たちもうちょっと遊んでから早めに行きます。湯もいいし景色もいいし、仕事頑張ってきた甲斐があるな。これでみんな喜んでくれるかな。これでよりチーム力が上がってますます仲が良くなるな。あー広いね。というわけで長くなったが、いつも頑張っているメンバーをねぎらうため、そしてより仲良くなるために今月の家賃を払うのも必死な男がない袖を振ってみんなを温泉に連れてきていたのである。なんかこういう時って男子が覗きに来るんじゃないかって不安になるよね。確かに、覗きに来たらボコボコにする。誰であろうと絶対警察に通報します。まずい、チャンネル登録者240万人の自称リーダーヨッチが女子メンバーの風呂に入ったために現行犯逮捕されたなんてマジで笑えない。何か策を考えるんだ。もう堂々と出ていけば自然すぎて脱出できるんじゃないか。え、待って、なんでヨッチさんここに？ここ女子風呂ですよ。警察！ダメだダメだ、さすがに不自然すぎる。もっと隠れないと。あー、ソウルだよ。入ろう入ろう。あったかい。いいね。うわー、あったかい。いいね、めっちゃ楽しかった。あのゴリラ見た。ね、シュンシュンそっくりだったんじゃないですか。
ダメだ。とどまるのはリスクが高すぎる。かく乱させなければ。めっちゃいいね、温度とかね。さあ、ダメだ。想像力がなくなってきている。もう終わりなのか。ねえ、私も動物園行きたい。動物園、